はい、今日はですね、とろけるカスタードプリンっていうのを紹介しようかなと思います。パッと見安く見えたんですよ。月間特売品って書いてあって、食感工房とろけるカスタードプリン 70g×4 で188円、 280g で188円、4つ入ってて188円かと思って、まあ安いなって一瞬思ったんですけど、でも他のプリンを見ると、っていうか隣にショコラプリンがあるんですよね。まあ今回普通のカスタードにしたんですけど、ちょっと他を見ると、森永乳業の、まあよく見る焼きプリン 140g で82円ってことは 280g で164円、まあ税抜きなんですけど、つまり安い。このどこですか、雪印メグミルクってなってる。あ、雪印なんですね。で、隣を見ると、なめらかプリンっていうのが 70g×3 で84円、 210g で84円、さらに隣を見ると原田乳業ですかね、なめらか練乳プリン 225g で68円、圧倒的に安いですね。え、原田のプリンすごい安くないですか。ここあれが安いし、ヨーグルトが安いイメージがあるんですけど、利益出てんのかなって思ってたんですけど、プリンもむちゃくちゃ安いですね。1個だって23円、安っ。というわけで、今日はこのちょっとお高めのとろけるカスタードプリン食べてみましょう。全卵砂糖植物油脂乳製品カラメルソース、この中はこんな感じ。入れましょう。うまいのかな。いただきます。ほとんどあれはないですね。あのカラメルソースは少なめ。あ、いい匂いがする、いい匂いがする、匂い強い、うまい、うまい、うまい、うん。あの安いプリンってなんか液体を固めましたっていう感じの食感じゃないですか。でもこれはふんわりとした食感、まあ味も美味しい、あのちゃんとしたプリンの味がします。カラメルソースだけのプリンじゃなくて、まあ、卵の味がする、多少多少。なんといっても食感ですね。とろけるカスタードプリンか、なるほどね。じっくり蒸して作ったこだわり食感って、まあ今そこ気づいてみましたけど、やっぱ食感ですね。あ、まあ味はそんなそこまで卵のどうこうよりも、うん、食感いい、とろける、まさにその通り。ソースなくても別に美味しい。うまいっす。いや、まあ美味しいですけど、業務スーパーに行かれる客層の人がどうかなって。だって原田のプリンってあれ3倍近く値段が違いますもんね。だったら量が3倍の方がいいってなってもおかしくないですよね。あるいは森永でいいとか。プリン自体はすごい美味しかったです。言ってもむちゃくちゃうまい洋菓子っていうわけでもないですけどね。あ、でもとにかく食感は本当良かった。香りとかそういうところはまあ、うん、